今すぐ確認。大幸運の直前に見る縁起が良すぎる夢10選。上に上がる夢。例えば登山をしている夢だったり、エスカレーターやエレベーターに乗っている夢だったり、そんな上に上がる夢を見た場合は吉夢です。あなたの生活レベルや運気が今後高まっていくことを暗示しています。あなたが現在までコツコツと続けてきている何かがついに域値を超えて花開くことを暗示します。これまでの影の努力が認められ出世したり、少しずつ貯めていたお金が何かもっと価値あるものに化けたり、楽しみな夢ですね。他人の死体に囲まれる夢。怖い夢ではありますが、他人の死体を見た場合は金運が高まっている証です。ちなみに囲まれるほど大量の死体を見た場合はその意味がさらに強まります。自分が死ぬ夢。ちなみに自分が死ぬ夢も吉夢です。思いもしない幸運が近いことを意味します。不思議ですが、夢の中ではたくさん死んだ方が現実世界では幸運に恵まれるのです。人前で全裸になる夢。これも別の意味で怖い夢ではありますが、人前で全裸になる夢は思いがけない幸運の前兆だとされています。突然まとまったお金が舞い込んでくるようなこともあり得るでしょう。何かを盗まれる夢。例えばお財布を盗まれたりする夢です。一見すると虚無ですが、実は吉夢です。近いうちに、お財布の場合は特にお金に関する悩み事が消え去ることを意味します。月の出る夢。月は夢判断の中では非常に重要です。満月だったり雲やもやに遮られることなく、綺麗に月の光が地表を照らしていたり、そんな夢を見たならば運気が高まっていることを意味します。特に男性では他人からのサポートや財産を得たり、女性では素敵なパートナーや可愛い子供に恵まれることがあるでしょう。ギャンブルに負ける夢。ギャンブルに関わる夢は、夢で負けると現実では幸運が訪れます。ちなみに幸運は何も臨時収入が入ってくるなどのお金に限ったものではありません。なおギャンブルに勝つ夢を見た場合は言わずもがなですね。借金を返済する夢。お金を借りなくてはならないほど追い詰められているわけですから、息も詰まるような夢なのですが、この夢は現実世界で金運が好転してきていることを意味します。次第に生活にゆとりができてくるでしょう。自宅がポジティブに変化する夢。例えばリフォームしてきれいになったり、引っ越して広く大きくなったり、なぜかよくわからないけれど家の玄関が立派になっているという夢を見た、そんな場合は吉夢です。夢判断では家の運気と見る夢はリンクしていると考えられています。家に関する良い夢を見たらそれはそのまま吉夢なのです。いかがでしたでしょうか。あなたは大幸運の直前に見る縁起が良い夢、見たことがありますか。このチャンネルでは運気のことや手相のことを中心に投稿しています。もしよかったら高評価ボタン、コメント、ネタのリクエストなどもお待ちしています。それではご清聴ありがとうございました。